はい。えー、ということで、あの、タイトルにある通り、あと、各 SNS、まあ、各 SNS とていうか、X か、Twitter 見ていただいたら分かるとおり、えー、この度ですね、あの、マップ制作班の、えっと、4人が、えっと、抜けることになりました。で、えー、それに伴って、ま、いろいろちょっと話し合って、こう、マップ制作班自体を、今回ちょっと解体しようかな、みたいな。 っていう、えー、っと、お話になったので、それについての話をしたいかなと、えー、思います。で、まあ、あの、今日僕、11月23日で、あの、誕生日なんですよね。はい。あのー、たくさんのね、イラストとか、えー、コメントとかでね、おめでとうって言っていただいた方は、すごくありがたいんですけど、えー、っと、こういう形になってしまったので、そこの説明をね、していこうかなと思ってます。なので、 まあ、なるべく最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい。で、えっと、まあ皆さんお分かりの通りなんですけど、まあ、なんだろう。明らかに、こう、制作班の4人が、あの、一斉に辞めるっていう形なので、まあ明らかにおかしなことがあったんだろうなっていうのは、まあなんとなく伝わったんじゃないのかなと思ってます。まあでも、まあ、かといって、仮にほら、SNS とかで、あの、変なことを、ほら、書いてしまうと、 まあ、逆にそこからほら、誰があれをしたとか、あのそういう風になっちゃって、まあ、結果的にあの辞めた後とかもあの、アンチとかがついて、ああだこうだみたいになるのはちょっと望んでないので、まあ、なるべくこう、もうこういう形で終わらせた方がいいのかなということであの、具体的な話みたいなのはちょっとできないです。はい。まあ、なんだろうな。まあでも、ツイッチとかで、 えっと、いろいろ、まあ、見ていただいてる方は、なんかこう、わかるものはあるのかなとは思ってるんですけど、まあ、YouTube の人は多分わからない可能性が高いので、ちょっとそこをちょっとうまくかいつまんで、納得のできる形で説明したいですね。で、今、台本とかもなくて、あの、無計画で、多分これ、無修正であげないと、カットとかすると、まあ、あだこうだってまたなると思うんで、無修正であげてるんですけど、 その、何があったのかっていうと、えっと、まあ、まず、ざっくり言うと、二日前ですね。二日前に、違う、えっと、み、三日か四日前に、その、いろいろあったんですよ。制作班の中でいろいろあって、で、二日前に、その、話し合いみたいな、っていうのがありました。で、その話し合いが終わった後、つい昨日ですね。昨日の夜に、もう一回話した時に、ちょっとこう、やめるみたいな、 あの、感じになったと。で、その後全体で話して、ちょっとこれも制作班っていう、今のその体制自体がまずいんじゃないかっていうので、それももう解体すると、えー、いう話になったということですね。二2日前、まあ大体まあメンバーに言われたのが、まあざっくりまとめると、なんかブラ,ブラックすぎるっていうものなのかなあの、要は環境があんまり良くなかった。なんか、 まあ言われたのが、まあ、働かせすぎっていうのをですね。あのー、マップ制作をやらせすぎってるっていうのと、あとは、えー、っと、今動画に出てる子まあ、動画班なんだけど、一応通常版とマップ制作班みたいな、一応読み方を分かりやすくしてて、その、まあ、通常版がまあ嫌いみたいなっていう流れです。簡単に言うと。まあまあ、仕方がないですね。本当に。要は、その、 今回のマップ制作班って、まあもともと動画班に止められてる中で作ったっていうグループがあるんですよ。で、えー、っと理由としましては、あのー、マップ制作班って、まあロブロックススタジオをメインと、えー、するグループで、あのー、通常の、例えば今でいうレインボーフレンズとか、まあそういった有名ゲームの実況をするのではなくて、ロブロックススタジオで、えー、っとマップ制作とかを頑張って、 もらってでそのマップでこう企画を取ったりとかをするという目的のもと作られたグループで、まあ、その中でいろいろ話にもあったんですけど、まあ、やっぱりこうなんか給料制とかにして、まあ、最初やった方がいいんじゃないのかみたいな話も出たしあとはその こっちの普通の動画とかに出ちゃってしまった場合、ま、あそれの多分両立とかも厳しいんじゃないか、みたいな。あの、マップ制作が、マップ制作しながら普通の撮影にも出るとね。そこも結構きついんじゃないのかな、みたいな。あとは、その、こっちのほら、スマホ税とかの子もいるから、ま、あそこの子たちがちょっとやっぱ活躍できる機会が減っちゃうんじゃないか、っていうこともあって、じゃあ、あの、マップ制作班用のグループを一個作って、あの、なんていうんですかね、こう、 うまくこう、料理、なんか分けていきましょうみたいな流れにはなったんですよ。で、それ決めた上で、あのー、いつも動画班入れるときって、まあ2人とか3人とか、少人数なんですけど、ちょっと大人数入れようっていうので、大人数入れた。で、できたのがマップ制作班みたいな話にはなるんですけど、まあその段階からちょっとこう、間違ってたのかなって今なってて、まあだいぶ、なんだろう。なんていうんですかね、こう、分けすぎたっていうのがあって、 その、グループをねで、こっちの動画に出る動画と、まあ、マップ制作はマップ制作班で、まあ、多分僕らが撮影している時とかに、もう裏でマップ制作とかする機会がすごく多い中で、まあ、なかなかこう、交流する機会みたいなのが、ちょっとなかったのかなと、っていうのになった時に、例えば、マップを作った時にさ、やっぱりなんでど、まあ、動画の撮影中にな、なんでこういう風にならないんだ、みたいな <laughs>、あるじゃん。 まあそれでやっぱり、ああだこうだ言う人ももちろんいるわけじゃん。なるとやっぱ印象はあまあ良くないのかなっていう制作官からするとやっぱある程度の関係値を築いた上でそういうマップに対することを言ったりだとかまあ多分そう,そういうことじゃないですかやっぱそ。そういうことによってやっぱその関係値の構築ができてなかったのかなっていう感じかな。あと言われたのが、なんだろう、こう責任を押し付けないでほしいみたいな。あのさっきの話もなるんですけど、そのほら、こっちやっぱ動画版としてこう マップはやっぱ作らないとダメだよねみたいな <laughs>。あとは、なんだろうね、こう,こういう、まあ、こういうことはしちゃダメみたいな、まあ、最低限のルールがある中で、やっぱりそれを押し付けられるのがちょっと厳しいと。あのー、自由にマップが作りたいみたいな。あと、縛りなく、えっと、期限なく作りたいマップがみたいな。あのー、一応、マップセサカーの体制として、2週間に1回ぐらいはあの報告してもらったんですよ。だいたいこういうところが、 できててあとこのぐらいかかりそうですよみたいなのをちょっと報告してもらってでそれにえっと見合ってじゃああの誰々にこう手伝ってもらってとかそういう指示は出していたんですけど、まあ、まずまあそこもきつかったのかな まずあの、マップを作るってなった際に、ちょっと僕わからないんで、マップのことが。あの、もう自由に、もう自分たちであの期限決めてくれって、あのマップを作る時に、まあだいたい1ヶ月ぐらいで作りますよとか、だいたい2週間ぐらいでこのマップ作りますよみたいなのを自分で決めてもらって、やってもらってたんですよ。で、その、じゃあ実際締め切りが来た時に、やっぱその初心者の子がすごく多くて、 要は、マップ制作とかを一切やったことがありませんっていう初心者の子がすごく多かったので、まあ多分その、マップのを作る際に、じゃあ実際どのぐらいの期間が、をかければ、その作れるのかみたいな、多分そういうところも、ちょっとあんま分からない中で期限設定してるんで、まあ当然のことながらその期限を過ぎても、まあ間に合わないみたいなのが多々あって、まあそれでちょっとこうだ大丈夫なのかみたいなのを言ってたんですけど、やっぱそれがやっぱ本人からすると、本人たちからすると、やっぱすごいストレスだったのかなみたいな。 っていうのはありますね。あと何言われたっけあと、まあ、だから <laughs>、まあまあまあ、まあなんとなくまあ流れは掴んだのかな、とは思ってますけど、ああ、もうグループ消えちゃってる <laughs>。グループ消えちゃったんですけど、うん。っていうことですね。まあ、まあまあまあ、最初から間違ってたのかな、と思って、ちょっと後悔は、 残るところがあるんですけど、まあちょっとちゃんと管理していればよかったのかなっていう。ああまあでも言われましたねなんか、もうお前はマップ制作なんもしないくせに口出してくんなみたいなっていうのもあったんで、まあもうちょっと制作のスクリプトとか、まあなんかタッチイベントとか勉強したんですけど、まあそのスクリプトのことだったりとか、または他のことをちゃんと勉強して、もっと僕が監修とかに入って言ってれば変わったのかなっていうも。だからも 完全に動画班たちだけで任せてたので、その制作とかをね。で、まあ、定期的に確認はしてるみたいな。だから、その確認とか、そういうのは行ったりしてたから、まあ、それ、本人確かにすると、いや、お前は全然制作しとらんやん、みたいな。お前撮影と編集ばっかりやってないじゃん、みたいな。だから、なんでお前にこんな言われないといけないんだ、みたいなのは、まあ、本人も思ったのかなっていう感じです。はい。なので、まあ、やめちゃいますね、4人。だから、えっと、 大人数入れた時あるじゃないか。制作班を作るっていう。だからそこのメンバーの4人が抜けたという感じになります。まあでも、あ全員が全員こういう理由ってわけじゃないんで、まあリアルを優先するとか、まあ、なのであれば、まあまあ頑張ってほしいのかなとは思うんですけど、まあさすがにね、4人一斉ってなると、ちょっと、まあ、いつもなんだろう、こういう卒業系とかやめる系動画上げてないんですけど、 まあ軽く他の動画で口頭で言うとかぐらいにしたんですけど、ま、さすがにこれ一本取らないと、視聴者の中でも納得いく方が少ないんじゃないのかなっていうのがあって、回してまして、じゃあ、結局じゃあ、まあまあもう,もうやめたものはしょうがないんで、じゃあ今後どうするのかみたいな話を全体としました。今動画三35、6人ぐらいいて、まあ、そのメンバーなるべく全員集めて話したんですけど、 まず、マップ制作班っていう対戦はまあやっぱやめた方が良かったねっていう話になったんですよ。その全体で話す中で。だから結局そこがやっぱきつかったのかなっていう。その要は、マップ制作班ってマップを作らないと動画に出れないんですよ。まあ、それを了承してもらった上でやってたんですけど、まあ、っていうのがやっぱほら、なんだろう、動画班としてマップを頑張って作らないといけないっていう、その頑張って作らないといけないっていうのがやっぱ責任。<laughs> 責任感の話になるんですけど、やっぱそこがこ、こう、きつかったのかなっていうのは思ってて、やっぱりまだ、なんだろう、制作班って、制作班中高生が多かったんですよ。みんな中高生かな中学生の方が確か多かったんかなで、高校生が何人かいたみたいな。中高生みたいなで。今の動画班の子たちって18とか25年ぐらい一緒にやってるんで、まあ、年齢の差とかもあって、まあ、まず合わなかったっていうのは、まあ,あるのかもしれないですけどね。なんかやっぱ制作班だけになっちゃってたみたいな、あるんですけど、まあそういう、 ものもあるので、じゃあ一旦ちょっとそれ撤廃して、もこっちの普通の動画とかにもこう出てもらった方がいいんじゃないかみたいな。かつ、そのマップ制作もやるみたいな。要は、えっと、なんだろう、うモチベ、モチベとかって結構マップ制作あるじゃないですか。まあ話を聞いたんですけど、結局その、なんだろう、うそこの、まあそれは本人たちも認めてて、そのほうれん草ってのができてなかったと。だから、僕からすると、じゃあ、えっと、 例えば、マップ作るときに、じゃあ、だいたい1ヶ月ぐらいでできますよって聞いて、ああ、頑張ってね、つって、1ヶ月過ぎてもできてない中、まあ、結構こう、例えば、ゲームしてるとか、プライベートで、ゲームしてるっていうのが多くて、んこれはな、なんでみたいな、っていうのを説明してたんですけど、まあ本人たちからするとやっぱり、その1ヶ月って期限は決めたけど、まあ途中でモチベが消えて、まあ1、2週間ぐらい作ってない期間があったと。でも僕からすると、ほら、そのモチベがなくなったっていう報告も受けてないから、 でも多分動画とかに出とくとわかるじゃん。なんとなく。あ、最近動画出てないけどどうみたいな。マップ制作ってほとんど裏でやってたので、そこの把握っていうのがちょっとやっぱ僕一人じゃできてなかったのかなっていうのがあります。またそこがこちら側の落ち度なので、だから今度からはちょっとこっちの普通の動画とか雑談動画とか、こっちのチャンネル撮,撮ってると思うんですけど、そっちの方にも出てもらった上で、いろいろ全体を見た上で指示とかしていければいいのかなとは。 思ってますだからなんだろうだから、まあ、1ヶ月って決めて、まあ、僕は1ヶ月まあちゃんと丸々やってるのかなと思いきや、まあ、実際やっぱモチベがない期間とかで制作していないえっと期間とかもある中でまあその期限それでもなんか期限過ぎた後にもなんでできてないのって言われたりするのが結構きついみたいな感じだったので、まあ、そこはちょっと開発防止できるようにちゃんと ま、残ったメンバーもいるので、だから4人辞めたんですけど、制作班自体はまだ,何人だ、何だ、あの、これまで新人入れたんですよ。まだ動画上がってないけど、新人入れたんで、何人いるんだ、今。だから結構いる、10, 10人ぐらいいるのかな制作するメンバーっていうのはね。なので、まあ、そこをちゃんと、えー、辞めないように、ちゃんとまた、まあ、ブラックだって言われないように、ちゃんと、まあ、頑張っていきたいとは思ってます。はい。 っていう感じです、ね、まあ、仕方ないかな。やっぱ、ちゃんとしたかったけど、やめる以上はしゃあないですね。 通常版いや、でもなんか、でもなんとなくわかる。マップ制作班の立場になった時に、こう通常版が嫌いになるのはなんとなくわかる気がします。確かに。なんか撮影の時とか、まあこれ視聴者もわかると思うけど、やっぱり制作班が作ったマップにイチャモンとか、まあ動画の中で結構言うじゃん。マップのアーダ・コーダとか言うじゃん。まあそりゃあんまり関わりない人からアーダ・コーダ言われると嫌ならわかる。わか,かる。さすがにわかる。だからやっぱさ,さっきも言ったけど、もっと交流の機会を増やしてあげるべきだったなっていうのがあります。で、これやっぱ、 ま、学校とかであると思うんですけど、学校のクラス30人、40人とかの学校のクラスで、いきなり、その、おい、みんな遊ぼうぜって言えないじゃん。あの、まあ、仲のいい少人数グループで遊ぼうぜみたいな LINE とかで言えるんですけど、じゃ,じゃあ、全体の LINE、40人、50人にいる LINE のグループで、おい、お前ら遊ぼうぜなんて言えないじゃん、なかなか。なんか、それとなんか似たような雰囲気は感じましたね。で、やっぱり、 あまり交流とかも実際ないし、じゃあ動画と、ってなるとやっぱ動画の中とか、配信中のプライベートとか、まあプライベートならまあチャットとか、だけでやっぱりその人を判断することになると思うんですよ、制作班からすると。まあ基本的にはほら制作班っていう中で関わりを持つところであるんだから、制作班の人たちはみんな仲いいんですけど、ってなるとあんまり通常班とかにいい印象を持たないのは、まあまあまあ理解はできるかなとはなりました。 なので、まあ何でも言うんですけど、まあこれ、ないように今、今後ね、こういう一斉にやめるみたいなことがないように、その、うまく、その、交流する機会だったりとか、あと動画とかの撮影の回数とかも、なんとか増やして、その、うまく、全員の状況把握というか、ができればいいのかなとは、思ってます。はい。ちゅうことですね。まあ、まあ、 えっと、これ、1回目じゃないんですよ。これ起きたの。フォートナイトとマインクラフトの実況をしていたんですけど、あの、その時に、これと全く同じ状況が起こって <laughs>、で、まあ、やめちゃった。結構やっぱ大人数それでやめちゃったっていうのがあったんですよ。もう5年、4年前か。4年前ですね。に1回あったので、ちょっとこれ二度と起こしたくないよねっていうので、ちょっとこう、いろいろ、その動画版 マップセサーが作る前の動画とは話してはいたんですけど、やっぱ防ぎきれなかったですね。まあ申し訳ない、本当に。で、ファンの方にも、ちょっとこう、申し訳ない、こう誕生日でさ、お祝いしていただいてるムードの中、ちょっとファンの皆さんにはかなり申し訳ないことしたなって、あと辞めたメンバーにもちょっと悪いことしちゃったなっていうのは反省しています。まあだけど、まあ、かといって、あの動画の投稿とか止めると、こう、いろいろ まあ問題も生じてくるので、明、ま、日、あ、から投稿するのと、あの、やめたメンバーが、今後何本かの動画に出演していると思います。あの、実際もう、リリチョーチャンネルって常に、えっと、こっちのチャンネルと、もう一個の、あの、ロブロックスの動画をメインに投稿しているチャンネル、多分、どっちもストック常に5から7本ぐらいあるんですよ。撮影、撮影終わって編集していない動画のストック。たら10本ある時とかあるんですけど、 なので、そこの動画でちょっと出演しているのが何本かあるとは思ってます。なんですけど、まあ、そこは、まあ、ちょっとご了承をということですね。まあ、まあ、作ってる動画とかもあるんで、ま、いろいろ上がり出すとは思います。はい。ということでしたね。だから、なんだろう。まあ、多分、この動画、まあ、この動画見たらちょっとはだいぶ分かってくれたのかなとは思うんですけど、まあ、別になんか、制作班の辞めた子たちが、 悪いとは思えないかな、とは思ってます。まあでも、まあ、なんだろう。視聴者からすると、まあ多分アーダコーダー多分言うと思うんで、まあまあまあ,まあ言わなくていいよって、もう終わったことだし、それをまあアーダコーダー言われてももう、もう帰ってこないんで彼らは。なんで、もう、もう仕方がないです。本当に。僕が悪いです。すいません。ああ、頑張ります。ちょっと。 まあやっぱ一番多かったのがやっぱりリリチュ、だからリリチュがこう結構リリチュに対する批判が多かったんで、まあもっとちょっとマップ制作の勉強をして、だからちゃんとスタジオとかで、まあいろいろちゃんと的確なアドバイスとか指示が出せるように、ちょっと頑張っていきたいっていうのと、やっぱ通常班が怖いっていうのは結構もらってて、最近入った新人から、まあなかなかこう誘いづらいと、まず、あ、ごめんね長くなっちゃうんですけど、まあうちの 昔からいるメンバー、フォートナイトとマインクラフトでやってる動画班って、ロブロックスやらないんで、プライベートで。基本的にやっぱ Apex とかバロ r o r a n t o ー e ーッチとか、そっちの Steam ゲームとか、そっちメインでやってる人が多くて、まあ、なかなか交流する機会がないと。で、やっぱ年齢も最近やっぱロブローから入ったメンバーって中高生が多いんで、でもずっといるメンバーっても大学生、社会人が多いんで、やっぱそこの年齢の差とかからすると、やっぱなかなか声かけづらいみたいな。 まあまあ当たり前じゃないですか。当たり前ですよね。中学生の視聴者の皆さんが、じゃあいきなり大学生とかの人に、おいって言えるかって言ったらなかなか言えないよねっていう、まあ長い期間一緒に関係持たないと、まあ言えないよねみたいな。まあそのまあまあすごくまっ当なことなので、そこのなんとか差というか、がなくせるように、まあ気兼ねなく、誰でも仲良くなれる。まあ全員と関われたら言わないから、まあ多分無理じゃん。40人っていう動画班いる中で、 こう、全員のことをと遊ぶなんて、まあ、時間的にも無理だし、まあ、会う、会わないはあると思うんで、個人間でね。だから別になんかそこと絶対関われって言ってるわけじゃないんで、なるべく、その制作班と通常班を今回動画班にしたので、あの、一緒にね、ガチャンってやったので、ここがうまく成功するように、その、しっかりとやっていければいいのかなとは思ってます。で、マップ制作の方も、あの、ゼロ って子がいて、あの、ゼロがちょっといろいろ、なんか言ってくれてさ、あの、リリー・ジョさん、僕が見ますよって、えー、っと <laughs>、まあ、言っていただいたので、その、まあ、もちろん僕も、その、何見るんですけど、だからまず、まあ、まあ、ブラックって言ってるんですけど、逆に言うと、自由にやらせすぎたがゆえに起きたことだと思うんで、その、ほら、自由に、あの、設定というか、マップ、だいたいこのぐらいでできるよっていうのを、 まあ初心者の子たちに任せちゃったってのがあって、で実際、いや、これ絶対1ヶ月でできないでしょうっていうのを、ま、自分で1ヶ月っていう目標を決めてやって、それが達成できなかった時にちょっとメンタル病んでたみたいな、うわ、やばい、できてないリ、理リョ長さん、やばい、自分で1ヶ月って言ったのにできてない、理リリョ長さんにああだこうだ言われそうみたいな、っていうのでこう結構苦しかったっていうのを聞いたので、そのゼロ、ゼロが、ま、なんかこう、やっぱ、マップ制作の経験とかもあるし、その、できるよと、あと、のっちゃんか。 あということなので、メインがゼロで、あのー、なんだろ、いろいろそのメンバーに個々で、だいたい、いや、このマッパー多分2週間って設定してるけど、2週間でちょっと厳しいよね。3週間とかにした方がいいんじゃないかみたいな。それちょっともっと具体的な、あのー、ところというか、中身、あとスクリプトも見れるんでゼロそこをちょっと、あのー、やりますよ、僕がみたいな。あのー、言ってくれたので、 ゼロにちょっと見てもらおうかなと。で、僕が、例えば、いや、これ動画的に、ちょっとこう、ここにリスポーン地点置いてほしいとか、あの、警官もちょっとここにこういうのをやってほしいっていうのを、こう、ゼロと一緒に言っていくみたいな。で、メインがゼロで、ちょっとうまく管理してもらおうかなとは思ってます。で、まぁ、あ、ゼロがいないときは、ノッちゃんノットに、ノットが、あの、いろいろ、まぁ、あ、ゼロとかにいろいろ教わってるんで、見れるのかなとは思ってます。はい。っていうことです。 なので、まあ、なんだろう。今後も、まあ、やめること,とかは出てくるのかな、とは思ってて。あ、でも、あれは言ってたんですよ。ちょっとごめんね。ちょっとこの話だけしたくて。これ、この話だけちょっと一個だけしたかったのが、あの、3号、今後上がるんですけど、3号パイセンがやらかしてるじゃん、最近。ツイッチ勢わかると思うけど。あの、3号パイセンが、まあ、何をしたかっていうと、あの、マップ、8月頭にマップ作ってて、8月ぐらいにマップ作ったんですけど、それが、えっと、 12月になりそうなんだけど、まだできてないと。で、もともと1ヶ月ぐらいで多分できる予定のものが、あの、毎回報告してもらうたびに、あの、期限が2週間ずつ伸びていったの。いやー、2週間後にはできますね。で、次の報告。いやー、まあ、今週中にはできますね、えー。で、次の報告。まあまあ、今週中にはできますねっていうのを3、4ヶ月続けてて。で、その、で、あの、まあこの動画で上がるから見てほしいんだけど、で、まあまあまあ、あの、本人も言ってるけどね。で、まあ、そ、そあのー、 その中でちょっと俺が注意しちゃったのがある、さすがにちょっとやりすぎなんじゃないのかっていうのを裏で注意したっていうのがあったんだけど、これはどうなのみたいな。あの、これは、これもやっぱりちょっとおこ、ちょっと注意するっていうのは、やっぱブラックとかこう、あんまり印象よろしくないのかなって言ったら、いや、それはさすがにやりすぎですって全員言ってましたね。はい。あの、サコバイでそういうことです。サコバイでそういうことらしいです。あの、やめた子も、あの、さすがに参考がやりすぎだって言ってました。あのー、はい。なので、まあまあ、まあ、そこは良かったのかなっていう。ただ、やっぱ、 多少ちょっと、まあ、モチベーションとかもあると思うから、まあ、結局だから、別に、今回僕が言いたいのって、まあ、マップ制作の期限遅れたことに対して何も言ったことないし、例えば、テスト期間テスト期間の間休みますとか、あと、モチベが消えたから、つって、あの、相談くれた子に関しては、まあ、まあ、もう、いいよ、いいよ、すよ。あの、モチベ直ってからやってよ、みたいなことは言ってたんですよ。だから、まあ、その、相談を受けてたメンバー、 の子たちからの不満は一切なかったの。制作派。だから制作班全員が辞めたいって言ってた話じゃなくて、その、DM とか、やっぱ、理事長がさ、撮影とかいっぱいやったりとか、配信とか、あの撮あの編集してるってうのはある程度理解してるんで、メンバー全員がね。そういう意味では、なかなかこう、DM で相談しづらいみたいな。まあまあ、当たり前だよね。じゃあ、なんだろう。 まあ社会人とかになった時に、じゃあいきなり社長にすいません、社長、最近高校こ,こういうことがあってモチベないんですよ。仕事のちょっと締め切りとかが守れてなくてとか言えないじゃん。言えないんですよ。でなったときにやっぱりちょっともっとこう、なんだろう、一番やっぱ実況者として、なんていうんですもっと相談しやすいというか、っていうように、もっと取り組んでいくべきだし、まあまあ仮にちょっと、まあそもそもそうなったとしても理事長さん、 に気遣ってっていうのがある場合は、もっとこう、それこそゼロとか、他のメンバーとかに気軽に相談できるような体制にはしていきたいのかなとは思ってます。ということですね。あ、あと、まあまあ、まあいっかこれは。はい。ということ。なので、皆さん、えー、本当に申し訳ないです。僕のせいですね。反省してます。なので、まあ反省してますっていうか、まあでも結局、 かといって、自由にやらせたらやらせたで、またトラブル起きるんですよ。で、僕の管理を外れて、じゃあ完全に動画班だけで独立させてやらせると、まあ、絶対トラブル起きるっていうのは、まあ、多分みんなもわかってると思うから、まあ、絶対僕が監修に入らないといけないっていうのは絶対紛れもない事実で、まあ、その中で、こう、ある程度のやっぱ信頼関係っていうのがないと、まあ、僕が言った時に対して、なんでってなると思うんですよ。だからそこのやっぱ信頼を築くような活動とか取り組みをやっていきたいなと。 思ってます。はい。まあ、あとは、まあ、そういう不満が出るのはあって、まあな、なんだろう。例えば、俺のことを嫌いみたいな。え、なんでそんなこと言うんだって主張者になると思うけど、普通にあるんで、通常班でもあったんで、今までも。いやいや、理ョ長、そら間違ってるよ、みたいな。だから、マップ制作官作るときもそんな感じだったの。あのー、ずっといるメンバーとかに、いや、理理長もそれ絶対荒れるよ、みたいな。あの、だから今回の、こういうことも起きるっていうのも、ま、あ事前に、ま、あ話し合ったし、で、まあ、あ絶対起こさないようにしうね。 って言ってたんですけど、まあ起きてしまったことなんで。まあこれが起きるっていうのも事前に、まあある程度、なんだろう、予測済みというか、まあ絶対起きるだろうな、これみたいな。分かった上でやってたので、だから、まあ、やっぱ自分の甘さですよね。分かってて、これを防げなかったんで、まあ自分の活動の甘さが出たのかなっていう、ちょっとやっぱ YouTube、 とかのこの動画のを伸ばすとか、そっちの方、まあまあ仕方がないんです。そっちメインになっちゃってて、やっぱ動画班に、動画班の、まあ動画に咲く時間はあるんですけど、動画班のもっとプライベートとか、もうその、なんだろう、相談する時間とか、話す時間っていうのが、まあ2年前、3年前よりはどうしても減ってたのかなっていうのは、すごくあります。し、まあ最近入ったメンバーがロブロのメンバーっていうのもあるので、まあその昔からいるメンバーとの、やっぱなかなかね、 あやってるゲームとか、まあ、話す内容とか、年齢も違うからね。そこのところを今後どうしていくのかっていうことに、ちょっと、えー、力を入れていこうかなとは思ってます。はい。なので何でも言うんですけど、まあ、マップセンターはこれは悪くないですね。本当に。型がないとは思ってます。しゃあない。しゃないです。でも、やっぱり、 やっぱ話にもある通り、じゃあマップ制作を今後作るときは優勝でやった方がいいんじゃねえかみたいな。あ、でもあれは買ってあげてるよ。例えばスキンとかプラグインとか、最近ならあのブレンダーの本買ってほしいとか、そういうのはなんか全部買ってあげてて、あのー、そう。そこに関しては、そこもなんか自分たちで払ってるってわけじゃないんだけど、で月額とかにやった方がいいんじゃないかみたいな話も皆さんから出ると思うんですけど、そうなると、その辞めた理由の一つにあったあの責任感を押し付けすぎ 活動とかマップ制作の際に責任感を落ち着きすぎ自由にやらせてほしいっていうのができなくなっちゃうの。わかるかな、まあ、なるべく本人たちの意思を汲み取って、じゃあこういうマップ作ってみようかって言ってやらしてた中で、その、毎月の給料制とかに、社会人みたいな給料制とかにしちゃうと、ちょっと、まあそういうことも起きちゃうっていうのと、あと、 あの、要は、そら、なん、それこそ締め切りを絶対守らないといけないじゃん。なんで締め切りに守らないのっていうのを言わないといけない。俺、言ってなかったな。もうすぐ締め切り来るけど大丈夫っていうのは多分俺言ってないねメンバーに。いや、もうすぐ締め切り来るけどちゃんとできるのって、こっちはお金払ってるんだよっていうのを言わないといけないじゃん。かつ、えっと、なんだろう。まあ、制作もしてもらってるんですけど、やっぱ動画に出て、やっぱ知名度つけてほしいだっていうのもあったんで、まあ、ロブロックスって、 わ、まあ、かんないと思うんですけど、まあ Steam とかと似てるじゃん。ゲーム開発をして、一般のクリエイターが、その、なんていうんですかね、一般のクリエイターが作ってやるものだと思うんですけど、これ、僕、ね、俺、Roblox って、多分その、なんだろう、ゲームと人がつながってるものじゃないですか、Steam って。ゲームで話題になって、入ってみようかっていう言うと思うんですけど、やっぱり、なんだろう、僕が Roblox ロロやってる中でわかんないのが、Roblox やっぱこう、人が、 こう人にこう伝えて、あのー、広まっていくものだと思うんですよ。だから,だから僕が、例えば実況して、まあ、僕はインフルエンサーだからちょっと違うと思うんですけど、僕が実況して、わこれ遊んでみるか、っつって、遊んでみて、も、ま、う、あ、ダメだったら抜けるみたいな。無料のゲームだからね。で、それ、マップ制作感も一緒で、多分、ある程度、マップ制作、まぁ、あ、大人も似てるかもしれないんですけど、まぁ、あ、大人はちょっと違うか。 なんかすごく人が入りやすいみたいなのがあって、人と人とのつながりみたいなの方が僕は大事だと思ってたから、マップ、だから、マップのクオリティっていうよりは、その人がいるからやるとか、誰か友達がやってるから、そのゲームで遊ぶとか、なんか僕は、なんかロブロックスってそんなもんなのかな、みたいな、っていうのはあったので、やっぱ、もちろんね、お給料払ったりとか、 したら、それはクオリティの高いマップはできるけど、多分、クオリティの高いマップ作るよりは、もっとこういう YouTube 活動動画に出て知名度つけて、まあ、ファンの方がいて、その中で、まあ、マップを作って、まあ、こっちの動画に落とし込んでいく。あの、まあ、バグとか不具合もネタにして落とし込んでいく。だから、クオリティそんな求めずに、もう一回やった方がいいのかなと思って今まで、その、お給料制にはしてない。 っていうことです。だから、ま、あ社会人の方とか、多分この動画見るし、会社の方とか、まあ、僕はそういう考えを持って、チャンネルを運営してるんですね。だから動画班にお給料上げてないまあ、一回あったんですけどね。あの、数年前に。あ、これ、これもだから制作関連で、だから、マップ制作班みたいな体制って、あの、ごめんね、長くなってるけど、あの、今にできた話じゃなくて、マイクラの時とかもあったの。マイクラの時とかもあって、その時に、その大規模な RPG ゲームを作るから、そのー、なんか、 それ、だから優勝にしてくれないかみたいな、あの、アマゾンギフトとか、こっちの方のやつにするみたいな話もあったんですよ。で、なんかマップ制作を、なんかこう、牽引するまあ隊長みたいな人がいて、動画班に。その人が、いや、俺が払うみたいな、アマギフを、あの、手伝ってくれた人に払うとか言ってたんで、ちょ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 、待て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 。っていうので、まあ、この説明したんですよ。あの、動画班ってのはちょっと違うよっていう。だから、多分お金の仕組みを作ると、めっちゃトラブル起きちゃうの。だし、多分、 もっと厳しく言わないといけなくなっちゃう、まあ。俺が厳しく言ってたのは、これ動画的にこれよろしくないよねとか、この発言まずくないかとか、そういったものを注意してたの。だけど、それ以外にも、いや、なんでマップできてないのとか、なんでこのここサボってるのとか、これをめっちゃ言わないといけなくなるから、多分お給料制はやめた方がいいんじゃないのかなとは思ってます。絶対ね。かつ、今度はいや、俺の方がスクリプト組んでて優秀なのになんで他とお給料一緒なんだと、っていうのも出てくるかもしんないじゃん。わかるわかる うん、な俺の方が参加率が高くて、あの、休んでるやつよりもたくさん作ってるのになんで同じお金なんだってなるかもしんないじゃん。わかりますかわかりますかだからまあ、社会人じゃなくて、まあ、中高生の子たちが多いんで、制作班、多かったので、ってなった時に、ちょっとお金とかは払うべきじゃないよねっていう判断はしていました。まあ、逆に、その分動画とかに出演してもらって、その知名度。知名度ってお金じゃつかないんで、お金は、お金は稼げるんですよ。 誰だってでも知名度ってお金じゃ稼げないんで。はい。っていうのがあるので、そこの一番重要な知名度をつけて、まあ1、まあ、YouTuber と変わらないぐらいの知名度っていうのが入れば、まあ、だいぶマップ作った時とかの、まあ、相乗効果はあるんじゃないのかなってのを見込んで作ってたってのはあるので。 まあ長くなったんでやめておきましょうか。ちょっと多分これ、これま話し続けちゃうと多分1時間ぐらいずっとわーって話しちゃうと思うし、あと今回多分あのカットしてないから、多分だいぶ見づらくなってるとは思うんですけど、まあなんでもいいんですけど、まあもう終わったことなんで、村で話して、まあもうこれはどうしようもないよねっていう話もしてて、でまあ、やめてもらってるんで、まあなんかまあ、まあ、マップセサガの子たちは多分 Twitter のアカウントも消して、多分 ID とかも多分消すと思うから、ロブロのね、アカウントとかも使わないと思うから、 だからまあ、これ以上、まあ、彼ら彼女らに、なんでやめるんだよみたいな言ってもしゃあないし、だからまあ、お疲れ様ですと、僕としては言ってほしいかなと。まあ、ここまで見てる動画の視聴者だったらなんとなくわかるのかな。なんか雰囲気が伝わったのかなっていう、まあ、防ぎきれなかったものがあります。かつ、まあ、僕らの印象が悪くなるのもわかるのかなと思います。なので、ちょっと、あ、だから今後は通常班のみんなにも、あの PC 勢、PC ぜ。 ちょっと頑張って、ちょっとスタジオの企画とか参加してもらおうかなとは思ってて、まあ、そこはちょっと了承済みなんだけど、あの、その日に撮る企画があるの。その日に、えっと、大喜利チックな感じで建築とか物作ってもらって、それのこう、動画を撮るみたいな、っていうのをやってもらってるんですけど、それをちょっと、その、縛り今回なくしたんで、動画班にも参加してもらおうかなと。 まあそうすることによってさ、じゃあマップ、逆にじゃあ俺ちょっとマップ作ってみるか、みたいな言う人も出てくるかもしれないし、まあマップが完成した時に、まあまあ、確かに俺もこれやってたけど、ちょっとここむずいよね、みたいなので、まあ今までみたいな、あのー、まあ意味のわからない批判的なものは飛ばないのかなっていう感じです。はい。で、まあスマホ勢の子が何人かいるんで、その子たちがちょっと参加、その時できないっていうのがあるので、そこちょっとどうしようかなっていうのは。 あったんですけど、まあ考えていきます。まあ最悪パソコン買えばいいしね。買ってあげてもいいしね、僕がね。はい。ということでした。なので、ちょっと、まあ誕生日っていうこの時で、まあ僕としてはちょっとショックなんですけど、まあ切り替えていくしかないので、まあ明日から多分いつも通りの動画が上がっていくとは思います。今日撮影日が11月23日です。朝の9時半ということで、あの早朝撮って多分これ夕方上がってると思うんで、 はい。まあ、無編集だからね。あの、まあまあまあ、ちょっとこう、この一日、ちょっと、まあ自分の落ち度の方が大きそうなので、まあしっかりと反省してます。なので、まあ、まあ批判コメントも書かないでほしいなっていうのが、あの、ご時身にはもう、もう、もうお疲れ様でした。まあ、まあ、内部で起きたことなんで、多分視聴者があだこうだ口出することはないと思うけど、まあまあ、もう、もう、もういいです。明日から頑張るんで、応援よろしくお願いします。ということで、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。